はい、どうもこんにちは、橋です。今回ですね、こちら、マンフロットさんのピクシーミニトライポッドってのを買ってきました。これですね。これ何かって言ったら、まあ普通の三脚ですね。普通の三脚ではないけど、ちっちゃい、こういう感じの、こういう感じに使えるやつですね。これ前から持ってた方が良かったのかなって思ったけど、ちょっと優先する順位が、他にあったんで、これ後にしてたんですけど、どうなんですかね、使い勝手的に。例えばアクションカメラとかね、そういうのも使えるし、ね、コンデジとかもいけるし、ミラーレスもいけるし、普通の一眼レフ、普通ってのはどの辺を普通っていうのか分かんないけど、このタイプね、 EOS の 80D とかね、その辺とかでもいけます。レンズが関係するだろうけど、やたらでかいレンズはダメだろうけど、普通のね、長さのやつだったら多分使える。あんまりでかいやつはダメだね。望遠レンズ、本当のでかいやつね、ああいうのはダメだと思うけど、普通のね、キットレンズってやつですね。キットレンズなら何でも使えると思います。僕これ使ってるのはキットレンズです。 EFS の18の135ナノ USM ってやつだね。やたらピントが速いやつね。動画向きの一眼レフです。では早速ね、開封していこうと思います。これちゃんと開けれるところがね、こうやって密封してるように見えて、後ろに開けれるとかちゃんとついてんだよね。こうやってね、いいよねこれね、便利。よいしょ。なんか説明書みたいなのがいっぱいついてる。おー、なるほどね。こういうのも使える。 LED ライトとかも売ってるみたいですね。あとコンパクトトライポッドってやつもあるみたいです。あと KLYP ケースとか、あれ iPhone ケースですね多分。あとスタイルバッグとかも売ってるみたいですよ、マンフロットさん。あとはもう段ボールだね。簡単だな。いいや。本体いきましょう。こんな感じです。かっこいいね、なんか。持った感じがすごいしっくりくる。なんていうの、手のちっちゃい人、僕手が大きいから、あれなんだけど、手のちっちゃい人でもね、この下の方までは全然苦じゃないかな。手のちっちゃい人はこうなっちゃうからな。こうなっちゃうね。持った感じがすごいいい感じ。しっかりしてる感じ。高級感あるね。やって広げて三脚にもできる。おー、すごい。すごい。なんて言うんだろう。普通のミニ三脚より使いやすそう。なんて言うんだろうな。普通のミニ三脚とかだったら、ここがすごい緩いんだけど、そうじゃない。これ結構、しっかりしてる。いい感じだね。見えないね。やって、これで三脚モードですね。で、このボタンが、この雲台。このボタンがね、雲台を動かすためのボタンですね。で、動く。あ、雲台のこの、これもあれだね、結構硬い感じでいいね。でも一応これボタン押さなくて、あ、動かない。あ、いいね、これ。いいね。まあいいよ。このボタンのね、ここの部分が折れそうで嫌なんだよね。まあそう簡単に折れないだろうけど、僕の場合ちょっと折っちゃいそうで怖いよね。ちょっと一眼レフつけてみようか。おーおーおーおお、でかでか。これで自撮りもできるけど、ちょっと重いな。こうやってやれば普通にいけるよね。いけるけど、ちょっと重たいな。こうかやるなら、それでも重たいな。重いよ。やっぱこれあれだね、ミラーレスじゃないときついね。ミラーレスかコンデジ系。あと、そうだね、コンデジでも、もう一個上ランクの、ああいうやつだったらいいかも。で、こうやって。無理やり動かすなよって。せめてロックボタン動かせよって感じだけどね。おお、三脚でこうやってね、使うこともできる。あ、もうちょっと早めに買っとけばよかったかな、これ。悪くないね。一眼レフでも全然使える。ちょっと、向きが違うね。こうだね。じゃないと、よし。前に倒れてくるよ、これ。これね、いいもの買ったと思ってます。あとここにね、アクションカム、 GoPro とかね、ソニーさんのアクションカムとかね、つけてね、撮影もできる、自撮りってやつだね。はい、ということで今回はマンフロットのピクシーミニトライポッドっていうのを買ってきましたでした。はい、まあよかったらね、参考にしてみてください。質感がね、すごいいい。サラサラ聞こえるかな。で、ここもすごい質感がいいといった感じですございます。まあよかったら参考にしてみてください。参考にするほどでもないだろうけど。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。